つくしを折ります。まずこちら3分の1に切った紙を用意します。こちらを半分に折ります。開いて折り目に合わせて折ります。裏返してこちらの辺を3分の1で折ります。こちらの色の境目の部分で段折りします。この真ん中あたりでも段折りします。こちらの辺を少しだけ内側に折ります。反対側も折ります。こちらの角を内側に折ります。裏返してこちらに模様を描きます。こちらで完成です。